にちは、ダイレクション社長の広島です。今回は前回に引き続きオーサムシティクラブの忘れ名のサビのピアノの弾き方を紹介したいと思います。ぜひ一緒にやってみましょう。それではサビのコード進行の流れをやっていきましょう。コード進行としてはキーが E なので、そしてA に向かう25を入れて、そしてまた E、そして5の B、そして7ですから31、34、そして5シャープのディミニッシュ、そしてまた4に向かう25、そして A メジャー7、そして Aになります。では実際にピアノを弾いていきましょう。まずは A メジャーコードから弾いていきましょう。左手でラ、そして右手ではラ、そしてドシャープミ、そして次は B メジャー、左手がシ、そして右手ではシ、そしてレのシャープ、ファのシャープ、そして次が C シャープマイナーセブンス、左手がドのシャープ、そして右手はC、 そしてミ、そしてソシャープ、そして次は G シャープ分の E になるので、右手はこのままで左手が G シャープ。これで最初の4つのコードを A、 B、 そして C シャープマイナー、そして G シャープマイナー、そしてもう一度 A、 そして B コードを弾いたら次に左手がド、そして右手はラ、そしてレのシャープ、ファのシャープ、ここはワン、ツー、スリー、フォーのタイミングなので一拍で変わる流れです。そしてまた C シャープマイナーセブンスを挟んだら、次は A メジャーに向かう2、5、1なので B マイナーセブンス、そして E セブンスというのを入れます。まずは Bm7、 左手が C、 そして右手はレ、そしてファシャープ、ラ、そして E7、 左手がミ、そして右手は C、 レ、ソシャープ、そして次は A メジャー7、左手がラ、右手はドシャープ、ミ、そしてソシャープ、そして次は Am、左手は A のままキープで、右手がドミラに変わります。そして A メジャーにまた変えます。左手は A のまま、右手はドシャープミラ、そして C シャープの A、 左手をこのままドミシャープに変えてください。そして最後は C 部の A メジャー、左手がド、そして右手はドという流れになります。サビの流れは長いので4小節ずつやっていきましょう。 A から1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、ここまでの流れをまずしっかりと覚えます。そして次の4小節ですが、 A メジャーセブンスを、そして A マイナー、
そして、メジャー、C シャープ、そして、シブの、メジャーの流れですね。ゆっくりやりますね。という流れになります。これで A メロ、B メロ、サビのコード進行が弾けるようになったと思います。ぜひ楽しんで演奏してみてください。それでは失礼します。ダイレクトラインスタジオでは体験レッスンを行っております。ギター、ピアノ、ボーカル、そして作詞作曲など一人一人のやりたい内容をマンツーマンで丁寧に教えます。ピアノ弾き語り教室のホームページから体験レッスンを受け付けています。ぜひご応募お待ちしております。